どうも、空沢圭一です。今日はこれから長井公園に行きたいと思います。それで、まあ、行く道中ちょっと車の中でちょっと撮影できたらいいかなって思ってカメラ回してます。なんで今日これをやろうと思ったかというと、まあ、僕 YouTube 初めてまだ動画3本4本しか上げてないから、まあ、やるからにはやっぱみんなになんか僕のことを見てもらいたいなっていうのがことの発端やったんで、ある程度ねやっぱ更新していきたいなと思ったんですよ。それで企画してやろうと思ったらやっぱちゃんとしっかり撮りに行かなあかんな思うし、なんかまあいろいろ考えることが多くてなかなかポップに上げれないんで、まあ、ちょっとポップに上げていける動画もいいのかなと思って、今回からこういう感じでも撮ろうと思って試してます。なんかよくなんで YouTube やり始めたって言われるんですけど、まあ、もちろんねこうみんな見てくれて知ってもらうっていうのがほんま一番なんですよ。僕やっぱ今海外で試合してるし、やっぱ日本で格闘技で知名度上げようと思ったらやっぱライジンとかで出てそこで活躍するのが、まあ、一番早いのは早いなとは思うんですけど、まあ、僕今やっぱベラトルアメリカの団体ベラトールで試合してるからね、まあ、それってなんかダゾーンとかでしかやっぱ日本のみんなには見てもらうこともできひんし、なかなかまあ、情報としては行き渡ってない部分あるんで、まあ、僕格闘家ストラッサーキイチを、まあ、一人でも多くの人に、まあ、どんな人間かっていうのを見てもらいたくて やりましたね。今回からね、うん、僕もね、もともとファンクラスっていう団体で試合してて、その後ヒートっていう名古屋の団体でチャンピオンになって、その後 UAC 行って、その後ライジン行って、でベラトール、もう UAC とベラトール言ったらもう北米のもう世界の1位2位の大きい団体やから、本当そこで、まあ、ライジンでも試合できて、まあ、この3団体を渡り歩いてるっていうのは、まあ、選手としては、まあ、幸せなことやと思うし、まあ、ただ試合するだけっていうのもだけじゃ僕は嫌やし、やっぱ結果出してなんぼやと思うしね、うん、まあ、でも今格闘技業界で、まあ、強さとかやっぱ人気とかはあると思うんですけど、まあ、もちろん人気出たいっていうのはありますよ。ありますけど、やっぱ強さを求めてやっぱ僕はやってきた人間やから、やっぱ強さ追求していきたいなと思うし、まあ、僕も今30、今年9歳になるんですけど、まあ、世間で言ったらまあアスリートとしてはもうちょっと落ちていく、体力的にもしていくんだなとか、やっぱそういう風に思われがちかもわからんけど、まあ、僕自身はまだまだ右肩上がりで成長してるっていうのも自分で感じるし、体力的にも落ちてないっていう自信もある。それは体力的にひょっとしたら落ちてるかもわからん、でもやっぱ経験が多分効いてるんかな、うん、昔はがむしゃらにきついトレーニングとかもやってたけど、今はいろいろ考えてこれは必要じゃないとか自分で結構選択できるようになりました。あとプラスやっぱ休む練習もできるようになりました。みんなによく練習すぎやってよう言われとったんですけど、まあ、僕やっぱ練習すぎっていう感覚全くなかったんですけど、みんなに言われまくったら、まあ、そうなんかなと思って、やっぱオーバーワークしたら何が怖いかって言ったらやっぱ怪我につながるのが怖いから、僕もそっからほんまにこの1年半、1年2年、あ、ごめんなさい、ちょっと落ちちゃいましたマイクが。この1年2年ぐらいですよね、
結構休むことを重要視してきたのは、うん、でもやっぱ詰めて練習したらやっぱ集中力もなくなるし、なんかやったろうという気持ちがなくなるから、やっぱある程度休息するのは大事やなってめっちゃ思いますね。ただ今コロナで、まあ、今自粛中ということで、まあ、練習も控えてるんで、まあ、体的にはめっちゃ元気になってきてるし、やっぱ長く続けてたらやっぱ怪我とかも出てくるんで、その痛み出た肩とかやっぱそういうところが今回復してきてるなっていうのはすごい思いますよね、うん。まあ、そうやって割り切ってやっぱプラスに考えて、まあ、前に進んでいった方が、まあ、人生楽しいし自分にもプラスに変えてくるかなと思うんで、まあ、こんな時期やから皆さんもほんまに大変やと思うし、まあ、僕も、もう一言じゃなくマジで試合とかも組まれへんからね。実際それは経済動いてなかったら興行も打てないんですから、もう職失ったような感じですよ、うん。僕も子供と嫁いてるから飯食わしていかなっていうやっぱ責任あるからね、うん。だからまあその中で、まあ、今焦っても、まあ 僕個人なんですけど焦ってもしゃあないから、もうそこはもうどんどん構えて、うん、それを楽しもうというぐらいしか思ってないですよ、うん。なんかこう今の時期やからやっぱみんな大変な人もいっぱいいてると思うし、なんか僕もそれは自粛中やからそんな公には何もできないけど、なんか周りのやっぱ大事な人だとか仲間がなんか困ってたらやっぱ僕になんかできることないんかなと思って、ほんまビビたることやけどなんかやりたいなって気持ちはやっぱ持ってますよね、うん。やっぱ持ちつ持たれつで気持ちと気持ちで付き合っていきたいなと思うし、うん。